はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、高校自販機が LINEPay 決済に対応、使い方や決済方法について解説ということで、コカ・コーラの自動販売機、コークオンが LINEPay の決済に対応したということで、使い方、そして決済方法についてお伝えしていきたいと思います。ということで、最初はちょっと概要からですね、コークオンペイに LINEPay を登録&購入をすると、6月17日から6月の30日までの間で、1本目の購入で50円相当の LINEPay ボーナスがもらえるということと、あと2本目の購入でスタンプ2個をプレゼントということですね。そして早速なんですけども、このコークオンに LINEPay の設定方法なんですけども、まず iPhone でしたら App Store からコークオンのアプリをインストールしてください。でインストールした状態で今からお伝えするんですけども、まずはこのログインというところをタップします。でここで生年月日を入力して LINE もしくはメールアドレスを登録してください。で登録が終わったらトップページに変わります。次に左上の3本線をタップしたらメニュー画面が出てくるので、ここで見てもらったら分かるように、まだ LINEPay の設定ができてないので、ここでお支払い設定をタップします。でお支払い方法を追加して LINEPay を選択で、下の登録をタップして、登録はこれで完了ということになりますね。で実際の決済方法なんですけど、結構シンプルですね。ステップ1、支払いサービスを事前に登録の上、対応自販機に接続ということで、実際に自動販売機の前に行くとこんな画面が出てくるので、その時に Bluetooth の設定をオンにしたら接続しますかっていう、コークオンのアプリを立ち上げたら接続しますかというふうに出てくるので、それで接続したらこんな画面が出てきます。でステップ2、コークオンペイボタンから製品を購入ということで、なので決済方法もかなりシンプルにできますね。あとですね、この自動販売機の見つけ方なんですけども、実際にどこでこのコークオンペイが使えるかということの確認方法ですね。アプリの左上のメニューバーから自販機を探すという項目をタップします。でそしたら自分が住んでる地域から、ここに赤いコークオンの対応の自動販売機が一覧でバーって出てくるので、そこでここで近くで使えますというふうにすぐに確認することができます。で今回の動画いかがだったでしょうか。コークオンの自動販売機で LINEPay で使えるようになったということでした。ぜひですね、お近くに自動販売機があれば1本目の購入で50円分の LINEPay ボーナスがもらえるので、試してみるのもいいのではないのかなというふうに思います。ということで、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あとツイッターもしますので、ツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで、本日はご視聴どうもありがとうございました。